シルビオ・ゲゼルは、ドイツ人実業家、思想家、自由貨幣の概念を提唱した。現在は、ベルギー領になっているものの、第一次世界大戦終了までは、ドイツ領であったザンクトフィートに生まれる。若い頃より、商業に関心があり、1886年、アルゼンチンのブエノスアイレスに移住し、兄の店の支店を開く。 事業は成功したもののインフレとデフレを繰り返す、アルゼンチン経済を問題視するようになり、金融問題の研究への関心を深めていく。1900年、欧州に戻り、成功うどの生活を続けながら、主張、自然的経済秩序などを表す。1918年1919 19年のバイエルン革命で成立したバイエルンで帝て、共和国では、 アイスナー首相暗殺後のエルンストトラー政権で金融担当大臣に就いたが1週間で共産主義者が権力を奪取。ほどなく革命も終焉し彼は国家反逆罪に問われ交流されたオラニエンブルクで肺炎で死去。アルゼンチンブエノスアイレス州にあるビジャ・ヘセルはシルビオの死後に息子カルロスが開拓した保養地であり同地には シルビオ・ゲゼルの記念碑などが存在する。彼の主張、自然的経済秩序では、あらゆるものが減価するのに、通貨だけが減価しないために金利が正当化され、ある程度以上の資産家が、金利生活者として、のらりくらり生きている現状を問題視し、これを解決するために自由貨幣、具体的には、スタンプ貨幣という仕組みを提案した。 これは一定の期間ごとに紙幣に一定額のスタンプを貼ることを使用の条件とすることで通貨の滞蔵を防ぎ流通を促進させ貸し出し金利を下げるのが目的である。他に男性に経済的に依存することなく女性が子育てに専念できるようにするための自由土地の思想に基づいた母親年金も提唱している。日本では地域通貨とシルビオケゼルが関連付けて 記憶されているが、ゲゼル自身は、地域通貨には、反対し、国家が責任を持って管理しインフレもデフレもなく、流通する通貨制度を理想とした。ケインズは、雇用、利子及び、貨幣の一般理論において、ゲゼルの思想について考察し、将来の人々は、マルクスの精神よりも、ゲゼルの精神からより多くのものを学ぶであろうと、私は信ずると評している。また、 作家のミヒャエル・エンでは、ゲゼルの影響を受けており、代表作の、桃は、彼の思想から着想を得ていると述べている。相田慎一役、自由地と自由貨幣による、自然的経済秩序パル、出版、2007年 ISBN978 から48億2720万 3318, 岩田のりあき、広田博之役,役自然的経済秩序日本語役。 自然的経済秩序第四部自由貨幣からお金の、あるべきそして可能な姿、塩野屋雄一役、雇用、利子及び、貨幣の一般理論東洋経済振興者。ありがとうございます。